はいくもらばチャンネルの主マスターくまですえ今回紹介するルアーはですね、えー、これ前回前々回に引き続き今回でも寒さになっちゃいますね、えー、ストライキング社のピーナッツ S というルアーになります、えー、こちらはね前回の動画それと前々回の動画でも説明した通り、えー、これが えー、オリジナルですねピーナッツの元っていうかピーナッツと同じ型で作られていたストライキング車のクランクになりますこれもね、えー、前回だったかな前々回の動画で説明しましたけどもともと設計っていうか関わったのがアメリカのバスプロのレジェンドのビルダンス、ねえー、彼が、えー、関わったルアーです、ねえー、金型をねその金型を買い取って作られたのが、はい、前回 えー、紹介しました。横に今いますね。回ってない方。これがピーナッツ。SR ですね。これになります。でね、見てわかる通り、もう形、クリソーツです。これは当たり前ですね。金型が違うんですから。でもですね、えー、っと、 ダイワのピーナッツの方はこれ、リアルプリントカラーでもギルカラーっていうカラーになってて、これはね、DR でももう共通のリアルプリントカラーになってますけど、このピーナッツ S の方はこれ、リアルプリントでもやっぱちょっと違いますよね。えー、いかにもアメリカっぽいカラーで、何かね、えー、欲名でしょうかね、オリジナルっていう欲名で私が見てるせいかもしてませんけど、ちょっと風格を感じますよね。でね、これ、えー、経緯は説明しましたけど、前も、あの、 ビッグオーですねコットンコーデルのビッ i オ o に似てるからってことでアメリカで販売ができなくなったんじゃないかなっていうのが有力な説になってますで、えー、これ素材なんですけどお日本のピーナッツの方はこれ SR の方は前も説明しましたけどボーン素材になってますけどこちらのね、えー、ピーナッツの方ピーナッツ S の方ですね失礼しましたピーナッツ S の方はポリエスチレンの、ねえー、素材発泡素材 樹脂素材ですねになっっててまましてちょっと素材違いますでなんでこれ素材ねボーンに変えちゃって台湾、えー、の方は2種類の ABS とボーンとにしたかっていうとこれ動きがね再現できなかったんじゃないかと当時の台湾の技術力ではじゃないかなと私は思ってますで、ね、えー、現実そのモデルチェンジした現行のピーナッツになってはもう ABS 素材に統一されてますんでまあそういったところで、えー、素材が違ってたんじゃないかなと 私は思ってますでこれねやっぱオリジナルだけあって動きかなりいいですでもこれなかなか手に入らないんで私もね数年探してようやくね知り合いのコレクターの方からちょっとね、えー、市場より安いお値段ですけど譲っていただいたっていう、えー、クランクなんでとても投げる勇気がないですけどねやっぱりねもう一個ぐらい手に入ったらちょっと投げてね巻いて、えー、動き見て それれでバス釣たら最高かなと思ってますでこれ2つよくく見比べてくださいこれが、えー、カラーの感じとか、えー、風格の感じとかこういうのがね当時の日本とねアメリカのバスフィッシングの違いなんじゃないかなと思いますもしねこれを手に取る機会がありましたら、えー、じっくり見てあげて当時のね、えー、本場っていう言葉が非常に似合ったアメリカのバスフィッシングのね匂いを感じてみてください では今回の動画はこれまでです。えー、次回ね、何を紹介するかは次回の動画でまた楽しみにしてください。でで。はは今回はここまで